はい、皆さんこんにちは。ワナリグルウィジです。では今回はハーツ・オブ・アイアン4レジスタンス DLC アメリカ軍プレイの続きをやっていきたいと思います。前回までにね、帝国海軍だいぶ打ち減らしました。で今回はですね、まず海軍の動向なんですが、序盤の戦略、戦術に戻ってですね、艦隊を3つに分けています。まずは第一太平洋艦隊。これはですね、引き続き南シナ海、東シナ海、あるいは日本近海で、帝国海軍のね、残存兵力を削っていくという任務に当たってもらいます。で、第二太平洋艦隊というのでね、戻してまして、これがですね、本当に名前の通り太平洋一帯。特に硫黄島、サイパン、このあたりのね、攻略を担当してもらう第二太平洋艦隊。そして、いよいよね、欧州方面へ転戦というのを視野に、大西洋艦隊というのもね、戦力を元に戻してまして、これをまさにドイツがね、快進撃を続けるヨーロッパ戦線に投入していこうというふうに考えています。で、各艦隊なんですが、空母は4隻体制、合計12隻の正規空母で運営を行っています。続いて、海軍に続いてですね、陸軍なんですが、陸軍の方は、今ちょっとね、お話した部分、通ずるところあるんですが、硫黄島、さらにサイパン、この攻略を行うための、強襲上陸の準備を行っています。ただね、制海権がまだ取れていないので、制海権が取れ次第という作戦になってこようかと思います。で、さらに、インドネシア攻略、奪還もですね、進んでまして、ここが完了したらですね、ニューギニア、ここのね、攻略に入っていければいいかなというふうに思っています。では、時間を進めていきます。まずはね、大西洋の方は、制海権を確実に取って、安全に兵を輸送できる体制をね、取っていければいいのかなというふうに思っています。で、誰を雇うか。まあ、女子しか雇わないものの、なんかちょっとおっさん比率がだいぶ高くなってきてるなぁ。どうするか。しょうがないな。ちょっとオバミが強いですけど、このハンコックにしましょう。オバミがちょっと強いっていうのがね、気になりますけど。艦隊戦。大規模な艦隊戦で一気にね、沈めておきたいところなんですけどね。ここは味方の艦隊が、敵のね、長谷川さんの潜水艦隊と交戦。まあ、ここはね、大した損害はお互いに出ないでしょう。帝国海軍の方行ってもまだ4空母残ってるんですよね。まあ、14戦艦が2隻、戦艦も2隻、不装伊勢クラスですね。で、母艦に関して言うと、加賀、赤城、さらに宗龍が2隻、宗龍飛龍なのかな。加賀、赤城、宗龍飛龍と。これまさに、ね、ミッドウェイを戦った艦隊が残っている状態なので、これを確実にやっぱ仕留めておかないと、心配の種は尽きないというものなので、なんとかね、これらの空母も息の根を止めておいて、安心して戦いが進められればいいんですけどね。さて、大西洋の方に転戦した艦隊なんですが、ここで、敵のドイツ軍の艦隊と交戦ですね。ドイツ軍は戦艦がやっぱり多いな。味方は空母は1。ちょっと微妙な戦いになりそうだな。侮ってましたね。全然強そうだぞ。まず味方が1空母しかいないというのが気になる。おっと、艦隊戦だ。こっちだよ、こっち。ここよ。こっちの方が最重要だからね。ちょっと見ておきましょう。結果だけになっちゃいますが。重巡を4。クルーザー、まあ、軽巡を5。駆逐を23。おー、駆逐23沈めたか。ただ、赤城加賀、髄核でしたね。総流じゃなくて。髄核を逃がしていますね。取り逃がしです。まあ、ただ追撃戦で仕留められればよしかな。一隻でもいいので、追撃戦でね、空母を沈めておいてほしい。いいところかなとは思います。敵は10巡を失った形。さらに駆逐艦も20まで打ち減らしましたね。もう1、2回艦隊決戦ができれば、決まりそうだな。さあ、ではまた時間を詰めていきましょう。と思った矢先に敵の空母2を撃沈してくれてるね。よし。髄核と赤城を撃沈。さらに軽巡駆逐をそれぞれ1隻5隻と撃沈。これで、帝国に残る空母は2。ですね。もう大西洋の戦いは決したと言っていいな。ごめんなさい。太平洋ですね。では時間を進めていきます。そしたらですね、ニューギニアへの強襲上陸ができましたので、ここからですね、ニューギニアの解放を行っていきたいと思います。まずは、いつものように、港一帯の周辺を確保するところから始めていきましょう。ニューギニアを解放したらね、それこそいよいよ本当にサイパンであり、硫黄島であり、と思ったらもう硫黄島いつの間にか占領終わってたわ。そうか。硫黄島の戦いはあっさり終わったな。じゃあサイパン、グアム、まあ、グアムの奪還、サイパンの、攻略を行っていきましょうか。これどこの舞台を割くかだな。あんまり豊富じゃないですからね、言ってももう。フィリピンにいる12師団。これをちょっと使いますか。フィリピンにいる12師団のうち、そうだな。まあ、何師団かを割いていこうかなというところですかね。でサイパンの攻略、グアムの攻略、さらには、まあ、この辺りのね、各諸島の攻略というのを順次進めていきたいと思います。では、時間を進めていきましょう。続いてですね、敵の艦隊パラオで戦闘になってますね。ちょっとここを戦闘自体を見逃してますが、敵の大型艦主力艦を撃沈しています。まず、戦艦伊勢、さらに巡洋戦艦の霧島、さらに従順から羽黒、これを撃沈してますね。その他慶順1隻、駆逐艦6隻というのを撃沈してます。もう本当に空母ぐらいしか残ってないって言っていいんじゃないかな。確認しましょう。帝国の艦隊戦力。そうだね。戦艦が、巡洋戦艦と戦艦合わせて2。空母が2。あとは駆逐艦が3。従順が3。軽巡が2、潜水艦が23という状態ですね。もうここから逆転されることはほぼないでしょうというほどに減らしましたね。これでこの先の戦いがだいぶ楽になるんじゃないかなと思ってたら、スマトラ島に上陸されてる。いやいや、侮れないな。やってくれるね。まあ、ここは大資源地帯なんでね、敵の方もそう簡単に手放したくないよと、まあそういうことなんでしょう。そしたらタンクを増強しましょう。ちょっとこの数でスマトラ島全域を守るのはしんどかったよっていうことなんだろうな。まあ十分に奪還はできるでしょう。全く問題ない数かなとは思います。で、ニューギニアの奪還解放も進んでいて、サイパン、グアム、ここの奪還も進んでいると。で、硫黄島はね、先ほどお話した通り奪還完了。まあ奪還というか攻略ですね。では大西洋の方にちょっと目を向けていきます。舞台をね、大西洋の方へと繰り出していきましょう。ノルマンディー上陸作戦。ドイツとソ連は一進一退の攻防。今ここでね、我々が参戦すれば十分に勝機はある。あとはどこに上陸するかだな。ではそろそろ我々も偵察機を飛ばしましょう。敵の動きを把握しておきたい。偵察機を配備してある基地、まあ、ちょっと今すぐ偵察機をね、生産に入れるっていうのは厳しい状況なので入れられませんが、ここに偵察機を飛ばして敵の動向を探りましょう。そしたら今ですね、スマトラ島に上陸されてしまっ、再上陸って言った方がいいのかな、されてしまった部隊の迎撃戦を行っていますと。こういうのが一つと、あとはですね、硫黄島、さらにサイパン、グアム、ここのね、奪還攻略作戦が一部完了、一部進行中という状態です。なので、ね、これは引き続きやっていきましょうと。さらにニューギニアの方も攻略が進んでまして、徐々にね、我々の勢力がご覧のようにね、敵を駆逐しつつあるという状況になっています。で、帝国の艦隊もね、打ち減らしていって数はだいぶ減少中というところですね。残りの帝国の海軍戦力、ちょっと確認しておきます。戦艦が1。巡洋戦艦が1、空母が2がちょっと邪魔くさいですよね。この空母にも沈めておきたい。これ、とはいえもこの程度の戦力しか持っていないという状況ですね。なので、ここでしっかり制御していきましょうというところと、あと大西洋の方もね、先ほど偵察機配備して、どこから上陸をかけていくかというのをね、ちょっとこの後探っていければいいかなというふうに思っています。順調にね、ここまで来てると思うので、一気に、帝国海軍をまずは壊滅させた後に、上陸作戦を行っていくと。で、一応ですね、帝国の方なんですけども、とはいえまだね、十分な戦力を、保持しているという状況でして、陸軍の方もですね、十分な情報ではないんですけども、まだご覧のように、相当数の師団を持っていると。これらの師団をね、駆逐していくっていうのは、それはそれで大変じゃないかなと。100師団前後いるということですからね。単純な師団数で言えば、我々よりも多い。中身によると思うんですけどね。なので、まずはね、しっかり敵の資源地帯を奪い取って、軍需物資が作れないようにして、その後、東京にね、上陸をかけて一気に戦争を終わらせると。いうふうにね、やっていければいいかなと思っています。では、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。